新時清は、大正、昭和時代日本の作曲家、音楽学者、チェロ奏者。大阪市出身。牧師、吉岡幸樹の子として、大阪市北区中野島に生まれ、幼少より賛美歌に親しんだ。大阪の一岡中学を経て、東京音楽学校器楽部及び研究科器楽部で、チェロを学んだ後、同化作曲部に移り、アウグスト・ユンケルに指揮法。 ハイン・リヒ・ベルク・マイスターに、チェロと作曲、ルドルフ・ロイテルに、対位法と家政学を指示する。東京音楽学校助教授を務めた後、留学先のドイツで、ゲオルク・シューマンに指示、帰国後に、東京音楽学校教授となる。同校の本科作曲部創設に尽力し、弟子には、片山栄太郎、下佐寛一、坂本義高、橋本国彦、五大二郎、 細川緑、高田三郎、大中音、柏木敏夫などがいる。主な作品には、構成曲、街道統制、歌曲集、サラ、国民唱歌、海浮かば、紀元2600年唱歌、ピアノ組曲、この葉集、合唱曲、木の国の歌、鎮魂章などがある。サラは、現在でも愛称され、多くの合唱曲も演奏機会が多い。 サラをはじめとする歌曲は、木下保津編曲の合唱曲としても親しまれた。芸術音楽のみならず文部省昇歌、電車ごっこ等を作曲。戦前戦後を通じて、学校の音楽教科書の編纂や監修にも力を注いだ。校歌、社歌、団体歌等の作曲も数多く手掛け、生涯で少なくとも1000曲以上を数える。シェーンベルクやバルトークなど、 当時の現代音楽の知識も豊富だったが、実作ではドイツの古典派、ロマン派に基づく簡素で重厚な作風を貫いた。太平洋戦争後は作品数が減るが、これは海浮かばが軍国主義に利用され、学徒出陣の際に用いられたことに対抗できなかったことを恥じたものだとも言われる。同世代の作曲家である山田耕作とは作風、 経歴、戦後の処し方で交代賞をなす。戦前作品は現在でも演奏機会の多いもの及び代表曲の街道統制のみを挙げる。40から50歳が作曲活動のピークで戦後は芸術作品の数が減少した。ここに挙げたものを含め1950年以降死去までの約20年間で6作品を数えるに過ぎないが生涯にわたって 作品を世に問うた。網羅的データに関しては、外部リンク中の新次清研究ガイドを参照。効果社歌、団体化前日のように、おびただしい数の効果社歌、団体化を作曲し、現在判明しているものだけでも選曲以上を数えている。学校、団体の廃止等により、失われた作品もあるのではないかと考えられる。 以下のリストは一部に過ぎないため、網羅的データに関しては、外部リンクを参照。高科大学高等専門学校高等学校、中学校小学校他社科日立製作所社科団体科。ありがとうございます。